渋谷代表永山優希です。ムーブ渋谷2ディレクターの佐本と申します。ムーブスタイリスト蓮沼祐介です。よろしくお願いします。ムーブのアシスタントの須田司です。美容エディターの桑名真理子です。ではバッテリーということで、ドグさん、ムーブさんのそれぞれの攻めと守りのパートナーにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。なんか仲が良さそうかなと思ったんですけど、どういった関係性ですか？あのサロン同士の関係性はないんですけど、もともと数年前までログで働いてたスタイリストと、はい、まあ、アシスタントっていう感じなんで、はい、面識はあります。もう面識とか仲間だったわけですね。もう改めて一歩離れてみて、ここはやっぱかっこいいなって思うところってどんなところですか？いやでも学生の時から、はい、ゆうきさんには来てもらってたんで。あ、そうなんですね。学生の頃、はい、何年ぐらいの、もう年数で言って6、7年前ぐらいから来てもらってましたね。はい、憧れの美容師さん。かっこいいなと思って。ですよね、かっこいいですね。その頃が大戦できっとね、はい、ご活躍されて。やっぱ雰囲気ちょっと違うなみたいな、そこだけなんか覇気ありますよ。そうですね、そうですね。ただ怖かっただけだもん。僕高校から一緒なんですよ。あ、そうなんですね。部活テニス部で一緒で、はい、それで一緒でダブルス組んでたんですよ。そうなん、そこでもうパートナーとして。で、まあ高校の時から覇気は感じてた。なんかあるんですね。あります。多分ただ怖かっただけ。私の中ですごい聞いてみたいのが、メンズを特化することによって、でそのならではの面白さみたいなところ、それぞれお一人ずつ聞いていきたいなと思うんですけど、メンズだと本当ミリ単位、刈り上げとかもそうなんですけど、ミリ単位でもう仕上がりがバッと変わってきたりとか、あとは何だろうな、そのクオリティだったりとか、そういう仕上がりにもうに差が出る分、追求心というか、はい、そういうのがめっちゃ生まれるんで、ごまかしようのない世界なんですね。そういう意味で、そうですね。まあでもメンズはメンズしかちょっと作れないかっこよさっていうのはあるかなって思うんですよね、はいはい、やっぱり男と男だから分かるみたいなかっこよさっていうのはやっぱ男しか出せないなっていうのはちょっと大きかったですね。そういう世界があるんですか？そういう男だから分かり合えるかっこよさみたいな、ちょっと羨ましいんですけど。あ、なんかこうそれがやっぱりその細部に結構出てくるんですかね。なんか技術はそうですけど、やっぱりフィーリングでなんか合う気がしますね、メンズだと。フィーリング、はい、こういうのそうですね、大体かっこいいでしょみたいな。でやっぱ見てインスタとかそういうの見て来てくれる人が多いと思うんで、はい、でその人も僕らのスタイルがかっこいいと思って来てると思うんで、まあ、大体もうお互いのかっこいいを分かってるのかなっていう。そういうところのなんかそれまさにフィーリングっていうところですね。言葉じゃない部分っていうか、そうですね、いいと思ってるものがお互いにこう、うんうんって分かってる状態でてくださる、いいな、ちょっと楽しそう。なんかその絆みたいなの羨ましいよね。なんかそのカチッと、ちょっとやっぱリピーター多いですね。そうですね、多いですね。けど僕多分3人よりはちょっと技術が尖ってないっていうか、世間一般で言ったらどっちかっていうとオーソドックス寄りのパーマーが僕の多いんですけど、はい、そうですね、まあ、なんか僕は多分デザインがガチってよりはどっちかっていうと毎日のスタイリングが楽とか、うんうん、はい、多分その日常にこう入り込めるような髪型が3人と比べるとどっちかっていうと多いんですけど、多分世間一般の人たちってなんかパーマとかちょっと抵抗ある人がいて、そこに入ってきやすいようなスタイルを提供して、一回パーマしてあげると、それこそさっき司が言ってたもうリターンの方多いっていうのがすごい実感できて、それが嬉しいんで。男性パーマ当てるのに少し勇気がいるってことですか？最初多分あると思います。そうですね、僕もともとずっと女性をメインでやってたスタイリストなんで、26歳ぐらいまで、でそこからあのメンズが増えてきたんですけど、当時刈り上げとかは特になくてあんまりで、まあ、本当にちょうど僕27、28ぐらいなんで、
7年8年ぐらい前ですかね、はい、にその海外のサッカー選手がすごく流行り始めて、はい、で借り上げっていうのがこう増えてきたんですよ、はい、その頃からのお客様っていうのが未だに来てるんで、もう多分その当時高校生だった子が今はこう結婚してパパになり、同じこう悩みを共有できるっていう、だからなんかその永久顧客っていう意味では僕はそのお客様と一緒にこう成長して、でまあ最終的にまあその何て言うんですかね、プライベートの悩みだったりとか、なんかそういうのも共有できるっていう意味では、その男性のお客様をやることってなんか職業っていうよりかはなんかこう一つのライフスタイルの一部みたいな感じにあのなっていくのが僕はまあ個人としても嬉しいですし、だからね行くんでしょうね、やっぱそのそういうスタンスでねお話を聞いてくださる方に行きたいって多分ね年齢の方も思われるんでしょうし、すごいやっぱつながりが強いと思います。ハッスのお客様もやっぱインスタ見ててもこの子ログの時からずっと来てるなみたいな子もいますし、分かります、インスタ見てると。だからそういうのを見てるとやっぱこうつながりがすごく強い気はしますけどね。ありがとうございます。まずそれぞれのパートナーでここは負けた、叶わないなって思うところをちょっと1個ですね書いていただいて、あの見せていただいて、パートナーってことですね、パートナー同士でまずは、はい、こっちってことですよね。はい、そうです。はい、では皆さん記入が終わったようなので、ちょっとロイさんから。音源力的なんか他の美容師さんだといないかなっていう、長山さんのお客さんが来てて分かるのが、もう多分どんなカットしてほしいっていうよりはもう永山優輝にカットしてほしいみたいな、っていうのをすごい感じます。それは、はい、あ、けど多分2人も結構僕それに近いような感じるんですけど、うん、ちょっと一番そこが抜きん出てるんじゃないかなみたいな、もうなんかお客さんはファンなんですよ多分。嬉しいな。すごい聞こえるか聞こえない程度で一応反応した方がいいのかなと思って世代の違うスタッフとも仲良くできる、まあ、多分ここに付随もしてるんですけど柔軟ですね、まあ、僕が持ってるもう1店舗の方の渋谷店の方でどうしてもまあ世代も違いますし、僕もどうしてもこう自分がいる店舗をメインで見ちゃうんで、なかなかこう話したりとかできなかったんですけど、まあ、今回その佐俣がそっちの店舗のディレクターになってくれたおかげで、もうすごいあの雰囲気が明るくなったというか、みんなこう佐俣を中心にちょっとこうモチベーションを上げてっていう姿が見れてるんで、やっぱそういうところは僕はちょっとできなかったですね、まあ、今までも多分これからも多分そんなちょっとできないと思うんですよ。一番びっくりしたのは、まあ、針金って言われるパーマで一番激しいというか時間もかかるパーマ、これ一回全部終わってもう次のお客さん切ってます、なんか納得いかないからもう一回やっちゃうみたいな、やり直しちゃうみたいな、マジって思ったことあります行動力と思いやり、一番の人と同じことをやってても絶対一番にはなれないんですよ、うん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 、って思うんで僕も、うんうんうん、だから一番の人を見てそこに自分のスパイスを加えてオリジナリティを出してっていうことを普段モデルさん、練習モデルさんをやってる時に勝手になんか自分で多分頭考えてここをこうしてこうしてっていうのをもう試行錯誤しまくってるのを見てるんで、そこに対する行動力だったり自分で情報発信をする SNS とかでの行動力だったり、あとはまあスタッフに対してとかお客様に対しての思いやりっていうのがすごい長けてるなって思うんで、全国が見れたらいいね、歴史を作れるよね、本当パートナーみたいなイメージなんで。